続き第2の読書、えー、預言者の友柄がエリシャにご覧の通り、えー、私たちがあなたと一緒に住んでいるこの場所は狭くなりましたのでヨルダン側に行きましょうそこからめいめい一本ずつ材木を切り出してそこに私の住むところを作りましょうと言うとエリシャは行きなさいと言ったするとその一人があなたもどうか思い切って下辺たちと一緒に行ってくださいと と言ったのでエリシャは「では私も行こう」と言って彼らと一緒に出かけた彼らはヨルダン側に着くと木を切り倒した一人が木材を倒している時斧のの頭を水の中に落としてしまった彼は叫んで言ったああ我が主あれは借り物です神の人は言ったどこに落としたのか彼がその場所を示すと エリシャは一本の枝を切ってそこに投げ込み、斧の頭を浮かばせた。彼がそれを拾い上げなさいと言ったので、その人は手を伸ばしてそれを取り上げた。アラムの王がイスラエルと戦っていたとき、王は家来たちと相談していった。これこれのところに陣をしこう。その時、神の人はイスラエルの王のもとに人をやっていった。あの場所を取らないように注意し,しなさい。あそこにはアラムが下ってきますから。 イスラエルの王は神の人が告げたその場所に人をやった。神の人が警戒すると王はそこを警戒した。これのようなことは一度や二度ではなかった。そのことでアラムの王の心は怒りに燃え、ケラたちを呼んでいった。我々のうち誰がイスラエルの王と通じているのか。あなた方には私に告げないのか。するとケラの一人が言った。いい王様。イスラエルにいる預言者、エリシャがあなたが寝室の中で語られる言葉を までも失礼の王に告げて、えー、いるのです王は行った。行って彼がどこにいるかをつけつ、えー、突き止めなさい。人をやって彼を捕まえよう。その後に今彼は土タにいるという知らせが王に,も王にもたらされた。そこで王は馬と戦車と大軍とそこに送った。彼らは夜のうちに来てその町を包囲した。神の人の見つかり、えー、が朝早く起きて外に出ると、 なんと馬と先生の軍隊がその町を包囲していた若い者がエルシャに「ああご主人様どうしたらよいのでしょう」と言ったすると彼は恐れるな私たちと共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだからと言ったそしてエルシャは祈って主に願ったどうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください主がその若い者の目を開かれたので彼が見るとなんと 火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていった。アラームがエリシャに向かって下ってきたとき、彼は主に祈っていった。どうぞこの民を打って盲目にしてください。そこで主はエリシャの言葉の通りに彼らを打って盲目にされた。エリシャは彼に言った。口の道ではない。あちらの町でもない。私についてきなさい。あなた方の探している人のところへ連れて行ったやろう。 こうして彼らをサマリアへ連れて行った。彼らがサマリアに着くとエレシャは行った。主をこの者たちの目を開いて見えるようにしてください。主が彼らの目を開かれたので彼らは見ると、なんと彼らはサマリアの真ん中に来ていた。イスエルの王は彼らを見てエルシャに行った。私が打ちましょうか。私が打ちましょうか。我が父を。エルシャは言った。打ってはなりません、えー。あなたは自分の剣という意味で取り組んした者を撃ち殺しますか。 彼らにパンと水をあてがい飲み食いさせて彼らの宿のもとに行かせなさいそこで王は彼らのために盛大なもてなしをして彼らに飲み食いをさせてのち彼らを返したこうして彼らは自分たちの宿のもとに戻っていったそれからはアラムの略奪隊はニュートイスラエルの地に侵入してこなかったこの後アラムの王ベン・ハダテは全軍を召集して サマリアに登ってきてきこれを包囲したその頃サマリアにはひどい危機があったその上彼らが包囲していたのでロバ,ロバの頭一つが銀80シュケルで売られ鳩の,のフンの1株の4分の1が銀5シュケルで売られるようになったイスラエルの王が城壁の上を取りかかると一人の女が 彼に叫んで言った王様お救いください。王は言った。主があなたを救わ,れ救われないのなら、どのようにして私があなたを救うことができようか。内場のものを持ってか。それとも酒ぶれのものを持ってか。それから王は彼女に尋ねた。一体、えー、どうしたというのか。彼女を答えたこの私が。この女が私にあなたの子供をよこしなさい。えー、私たちは今日それを食べて。 明日は私の子供を食べましょうと言ったのです。それで私たちはこの子供を煮て食べました。その翌日、私は彼女に、さああなたの子供をよこしなさい。私はそれを食べましょうと言ったのです。彼女は自分の子供を隠してしまったのです。王はこの女の言うことを聞くと、自分の服を引き裂いた。彼は城壁の上を通っていたので、民が見ると、なんと王は服の下に穴布を着ていた。 彼は言った。今日シャファー手の子エルシャの首が彼の上についていれば神がこの私を行くよにも罰せられるように。エルシャは自分の家に座っており長老たちも彼らと一緒に座っていた王は一人のものを自分のもとから使わしたしかしその使者がエルシャのところに着く前にエルシャは長老たちに言ったあの人殺しが私,を私の首を羽に人を使わしたのをご存知ですか気をつけなさい。 死者が来たら塔を閉め、えー、塔を押しても入れないようにしなさいその後ろに、えー、彼の主君の足音がするでありませんか彼がまだ彼らと話してう,うちに死者が彼らのところに下ってきていた身をこれは主,主からの災いだこれ以上何を私は主に期待しなければならないのか